紀元前2世紀頃の大の位置。大は、かつて、カスピ海の東側に住んでいた、スキタイ系遊牧民族。ギリシャ・ローマの歴史家たちが、その記録を残している。ヘロドトスの、歴史にはオいと記されており、マルドイ、ドロピコイ、サガルティオイなどの所属と共に、アケメネス朝のキロス2世の召集で、メディア王国から離反した。紀元前329年頃、 マケドニア王アレクサンドロス三世がこの地に侵攻するとダハエ族とコラスミ族はマケドニア軍に侵入した。紀元前三世紀、パルティアが強場となるとダハエ族はその支配下に入る。ダハエ族はその居住地から広大な砂漠を越えて南のヒュルカニア、ネサイア両地方やパルティアや族の平原を荒らし回った。略奪を受けた諸族はダイ族が 一定期間だけその土地で略奪を行うことを許可、したが、大族がその条件を無視して、略奪を続けたため、両者の間で、戦が起こった。しかし、これは、日常さ判事のことであり、戦の後に和解したり、和解の後に戦をしたりの繰り返しをするのは、遊牧民によく見られる習慣であった。カスピ海の南岸地域、現在のイランイスラム共和国ギーラン州、 アルダビール州、マーザンダラーン州、ゴレスタン州にあたる。現在のアフガニスタン西部にあたる。EO1994、P60 松平1988、P44 から45京都大学学術、出版会1998、P198 カラクム砂漠と思われる。現在のトルクメニスタンアハル州、マル州にあたる。現在のイランイスラム共和国。 セムナン州、ラザビーホラーサーン州にあたる、EO1994P60、ありがとうございます。